金村さんの初めての〇〇、こちらの映像です。足は足だけお水につけておいで。暑いから。足だけ。こちらは2歳の時の金村。旅行が好きな金村家、2歳ですでに沖縄へ。しかしあることで親御さんを困らせました。一体なぜ？ということで問題で、ございますね、はい、はいはい。他の家族が撮ってるビデオカメラに映り込みに行った、うん、あ、なるほど。あ、ね、あ違うね。はい、はい、キャプテン。催しちゃった。さすがにね、テレビで正解ってならないと思うんですけど、催しちゃったじゃん。はい、うん、はい、海に入りたがらなかった。え、近いです。海に入りたがらず、喫茶店。喫茶店。いや、沖縄行って俺海は喫茶店。お前は3歳の子が喫茶店入ってった。正解はプールに入ったでございます。いるでしょそういう人。里光がそうだろ。そうだろ。海に入んないで砂がどうのこうのつって。入れや。つまんねえあいつ。つまんねえ男だな。 VTR どうぞ。やなの。プールがいいの。しょっぱいもんね。正解は海が怖すぎて泳がずプールを堪能でした。編集が面白い。めっちゃ いい編集するじゃん。いいビデオだこれ。なんかちょっと感動して感極まっちゃうよな。結構今ちょっとうるうる来ちゃって、今そうですね。海入らずにプールに入れたことに対してグッと来ちゃった。なんでどういう説明してほしいよ。グッときたポイント。これは素敵な話だよな。金村な、素敵なの。無理やり入れさせないでな。どこでグッときてんの。俺もびっくりで広げようと思って金村見たら泣いてんだ。なあ、柴田さんより早いよ。さすがよ。